こんにちは、ヨル様です。ちょっと今日は前からちょっとやってみたかったことを、ちょっとこの場を借りてやらせてもらおうかなと思うんですけれども、よいしょ、これまあ見ていただいたら分かると思うんですけど、僕のチェキが多分ね、買った方がもういられ、いらなかったんでしょうね。お譲りします。500円でお譲りします。というのは、買い戻してみようかなと思います。あれですよね、ファンの方ってこういうやり取り多分普段されるわけですよ。ちょっと僕もそのやり取りやったことないんで、どういうふうにこうやり取りしてこれもらえるのかっていうのをちょっと、実際これどうやってやるんですかね。気軽にご連絡くださいませ。どこに連絡するんですかこれ。まずこの人をフォローするってこと。 DM でやり取りするのかな。ダイレクトメッセージを返してみます。チケットの発送、振り込むの、めんどくさいな。 DM を送ってみようと思うんですけど、こっち遅れたんですけど、これでいいですかね。返事待ちます。返事返ってくるの。これってお互いフォローしとかな。来ないんだ。まあ、返事待ってみます。でも500円でしょ。で、送料もかかってでね、なんだかんだでそこそこな。まあ、もともとの僕のこのチェキの売り値が500円で販売されてるんで、まあ、返事を待ちます。すごいですね。返信が早くて、もうご連絡が来ました。ちょっとこれ、アイコン載せるとご本人バレちゃうとあれなんです。ちょっとあれですけど、これでこうです。よいしょ。ご本人様、ゆら様ファンですが、写りが似たチェキをもう一枚所持しているため、お譲りに出させていただきました。申し訳ございません。お譲りに出さずに手元に置いておきますね。譲っていただけないみたいです。今度抱っこのワンマンも参加しますのでよろしくお願いします。本人だと譲っていただか買わせていただけないということを判明しました。いや僕の中の計画はですね、これを500円プラス送料で買い戻すじゃないですか。さらにこれを、うちのサイトで僕が買い戻したチェキっつって1000円ぐらいで売ってみたらどうなんだろうっていう。ありがとうございます。買い戻したら面白いかなと思ってました。面白そう思って、で連絡させていただきました。後でお会いできるのを楽しみにしてます。これご本人様が欲しいの。はい、これね。はい、はい、自分でおしまい。チェキのやり取りは終わったんですけれども、そこからまたメッセージが来まして、抱っこのことはまだ好きになりたてなんですけれど、質問したいんですけれども、ホットモットという曲が入っている CD の題名をお伺いしてもいいでしょうか。抱っこの曲であるんですよ。もっともっとホットモットホットっていう曲が、次来た時に買いたいと思いますんで、この曲が入ってる CD を教えてくださいという質問です。調べれば分かるんですけどね。分かりました。ダイレクトメッセージでやり取りすると、ものすごくフレンドリーになるっていうんですね。
まあ一応返しとくかということが分かりました。なんかちょっと困ったな。いつの日にか君とも